はい、こんばんは。6月22日土曜日午後10時31分を回りました。45品五の夜、えー、第761回。今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、今日は土曜日ということで、まあ、いつも通り駅前の 公民館でパソコン教室を行いました今やっている内容は、えー、動画作り。動画と言いましても、まあ、スライドショーと言えばいいでしょうかね。まあ、受講生さんが、えー、撮ってきた写真をね、BGM をつけてスライドショーにするということをずっと、えー、行ってきております。で、もうね、何回も何回も繰り返し繰り返し同じことを、えー、教えている まあ、そのために新しい発見があるということで、今日も早速ね、講座が終わった後、えー、Facebook の方で、えー、まだできませんと、どうしても音楽のカットのところが難しいですということがあったんで、わ、えー、かりました。また、えー、来週頑張りましょう。えー、と動画をアップしますんで、その動画をご覧くださいというふうにして返事をしたんですけれど、まあ、なんと講座の後、 そういったフェイスブックでフォローができるということによって、まあ受講生さんのモチベーションを上げてやることができるんですね。そでんで、も何かあるたびに f、まあ、フェイスブックを使ってくださいね。Facebook の方で、あの、困ったこと、ご質問等あったらよろしくお願いしますっていうふうに書いてるんですね。まあ Facebook を開くということで、まあ、 常日頃からコンピューターに接するということ、それも大事なんですね。あの、昔、えー、公立の公民館でパソコンの講座をずっと行っておりましたけれど、公立の公民館は2週間に1回しか講座がないんですね。えー、2週間に1回しか、 え、公民館でしかパソコンを開かないという人も結構いらっしゃったんで、まあ、その当時は Facebook とかなかったんでね、どうにかしてモチベーションを高めていきたいなと思っていたんですけど、今はもう、えー、ェイス e があるんで、えー、オンラインで受講生産をフォローすることができる。で、今回ちょっと、今動画の教材を、えー、アップロードしているんで、 えー、前回は YouTube 関係のやつをあ、えー、げたんで、今度ちょっと今、今やっている現在の、えー、Windows Movie Maker の使い方についてね、お話をした方がいいのかなというふうに思っています。あの、Windows Live Movie Maker と Windows Movie Maker と2種類あるんですね。今のやつは Windows Live Movie Maker 2011-2012というバージョンなんですが、 ちょっと使いにくい。タイムラインが、えー、表示されないんで使いにくい。で、昔の Windows Movie Maker 2.6はタイムラインがついてるんで、えー、ちょっと使い勝手がいいということで、まあ、古い方でやっているんですね。ただ今日、えー、Windows 8をお使いの方がいらっしゃって、えー、そのパソコンにも、えー、Windows Movie Maker 2.6をダウンロードして使っていたんですけど、最後の最後、 タイトルをつける段階で、ちょっとエラーが起きましたんでね、この一週間で原因究明をして、また来週の講座に臨みたいなというふうに思っているところです。まあ、教える側も、あの、Facebook を通して受講生さんと交流しながらね、教える側の モチベーションも高めていかないといけないと思うんですね。ですで教材作りとして、まあ、YouTube がありますんで、YouTube に、えー、動画をどん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 アップしていく。で、家にいながらもオンラインで勉強できるっていうシステムを、えー、作っていく。で、講座は、リングというかね、えー、オフラインで顔を付き合わせて勉強するという形に持ってくると、もうオフ会 という形で講座ができるといいのかなというふうに思っているところです。まあ、本当オンラインで勉強してオフ会で話し合うということで、まあ、新しい形のパソコン教室講座を作っていかないと、ちょっと今、受講生さんが頭打ちで、なかなか、えー、人が集まってこないという状況なんでね、と考えていきたいと思います。あ、と言いうながら、え今日の <laughs>、 タイトルは確認を取ることということでお話をしようと思ったらもうあと1分か2分しか時間ないんですけど何かというとそういったね公民館とかで講座や輝いた講座やイベントを開く場合にあのー、会場を抑える必要があるんですよ僕はもう固定して、えー、毎週土曜日の午後1時から午後3時は、えー、公民館の1階を お借りしますってなってるんですね。その同じ時間帯に2階ではダンス教室が行われてます。もうダンス教室の方も、えー、顔分かってるんですけど、なんとね、今日もダンス教室があるにもかかわらず、なんか2階で、 あれなんだろう、う駅前商店街振興組合関係のイベントかなんかを行うということで、結構今日は多くの人が集まっていたんですけれど、まあ、そこに、まあ、いつもの、あ、時間が来た。ちょっと、時間を延長しますね。そこに、ま、いつものダンスクラブの先生が来られて、あれ今日ダンスクラブが、あダンス教室が2回であるんですけれど、ということで、その駅前商店街の例の方と、 ダンスクラブ、ダンス教室の方が揉めてましたけれど、なんでダブルブッキングになっちゃうのということなんですよ。もう、黒板にちゃんとダンス教室があります、何がありますっていう一覧で、えー、バーっと教室名が変えてるんですね。それを見て僕らは空いてるところを選んで確認をして予約を入れるんですけれど、それが全くできていないというところなんですよ。 まあ、それと、まあ、あの、なんで勝手に商店街振興組合が予定組んでるんだろう。なんで公民館の館長というのを言いながら館長を通さないんだろうということなんですが、通せない事情があります。<laughs> 裁判中なんですよ。えー、商店街振興組合じゃなくて、えー、自治会同士で、 自治会のミニボートピア賛成派対反対派で、喧嘩というか裁判を行っているんですが、商店街振興組合と自治会とも仲悪いんで、当然、えー、公民館の館長を経由しないで、自分勝手に公民館を使っているということになるんですよね。それも非常に問題がある。か私有物ではない、えー。これは公民館、館長、自治会が 管理しているものであって、商店街振興組合が自由に使っていいというものではないということ。そのあたりがね、まだ分かってないなあというところですね。だから、えー、パソコン教室やってる僕のここにも、とばっちりが来ないように、ちょっと用心したいと思います。確認を取ること。ね、きちっと公民館関係者に確認を取ってから、講座やイベントを入れましょう。 え、ルールを守って、えー、正しく公民館を利用しましょう。どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、今夜の45品後の夜、この付近で放送を終わりにしたいと思います。明日、えー、日曜日ですが、また同じ時間帯に放送しますんで、お時間がございましたら、明日もどうぞご覧ください。それでは、失礼します。 Yeah.